はい、それではですね、オフィシャルスタッフによる、誰が聖火選手権第2弾ですね。前半10分、その後、後半10分、合計20分の対戦となります。まずは抽選の方を行いたいと思います。あ、お願いします。あ、これだ。じゃあ、1行くね。やるね。でもこうやっぱりこういう大使館の食べてる、やっぱりこういうこと。これ1番でいい。3だかな。3だろ。あ、4。いや、もういいじゃん。じゃあ、いきます。今回当たり3なかった。4ってトラウマ。いや、もう4引いてるから。6はない。そうか、5か。じゃあ俺5っしょ。5だと後半1番でしょ。ほら、おお、これは何かあるやつ。これいい番号ですか。大体死ぬから。これ何かあるやつってことは、これは2番ですね。この抽選番号は釣り座の入場順が記載されております。まずは1番の釣り座、和田さん。全部で10客あります。1番が一番迷うんだな。流れがあそこで、ここで行こう。よし、お疲れさん、よろしいでしょうか。はい、1番松本さん、お願いします。ここで。参りました。これやる意味あるんですかね。どうせ俺が勝つんですよ。ロデオクラフトの乙女です。なんか誰が一番強いか決めるっていうんで、まあ、俺だっていうのを証明したいと思います。頑張ります。和田光輝です。第1回出なかったので第2回初出場になるんですけど、やったりたいと思います。頑張ります。指宿優穂です。ずっと2日間釣りせずに見てたので釣りまくりたいです。頑張ります。ロデオクラフト所属、初代チャンピオン、オフィシャルチャンピオンの松本です。まあ、今回もね、実際やんなくても俺が勝つと思うんで、無駄かなと思ったんだけど、一応前回出てないメンツがいるんで分からしてやろうと思います。はい、OK です。撮りました。やべ、雑な扱いです。あ、じゃあ横山さん、はい、自己紹介と、はい、一言お願いします。はい、はい、どうぞ。ロデオクラフトフィールドセッターの横山でございます。今日は僕のホームと言われるフレアコの方で勝つぞ。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、全部記憶喋った。ああ、そうですね。ほとんど言葉は喋ってないです。ああ、そうですね。何て裏返った。釣りを始めてからの釣り台移動は可能になりますが、道具は釣り台移動を設定するから釣りを再開してください。
番になればよ。やりましょうか。借り出されちゃう。すごい。すごい連れてきちゃう。はい、お待たせしました。1ホールですね、先にお願いします。5、4、3、2、1、スタートです。スタートしてください。
けです。いきなりトラブったっすね。アホすぎる。え、今何本ですか？え、2? 何本バラしたんですか？なんかね、手前で、後期はずっと打ってたけど、手前で驚くほど元気になる。マジかっつって。4、5本釣ってると思った。俺も5本釣ってるはずだ。なんか違う。今回何本？5ですね。5? はい。やる。バラしまくったっすね。5で？はい、5でもう5本ぐらいバラしたかな。 4,5 本ぐらいかな。前半トラブってた。全然釣ってない。トラブって前半1本これバックラッシュしてる。おおカニみたいに。よし、カニさんには特別な感じでどうですか？なるほど。見えばるね。よくやん、どこ入ってた？一番端。一番端ってこれ？そう。ここ。じゃあここ。見てこっかな。ジャンって一角にしてる。はい。直したのに下で爆発しているの。何でしょうね。そうさ、僕そこさっきスプーンだんだん叩いちゃったもんね。あ、手前で。あの、それ平屋のさ。あ、でも、あ、隣になっちゃう。じゃあ最後、和田さんお願いします。投げにならない。右側が隣に行くってまで入れたね。移動もありなのかな。はい、相手がありますので。あ、これいい。移動はありません。わかりました。え、どこ入っても隣になるんですか？誰か。あ、ほっか。
そうそう。仕方ないから、みたいな。単純に、ちょっと広いとか。とりあえず、後半、フルボックにやられる可能性がある。頑張ります。とりあえず、目指すところがビリ以外になる。心出しが低い。
はい。はい、終了です。終了してください。箸にも棒にもってこのことや。なんか全ニジマスに嫌われてる気がした今日。それでは30秒前からですね。スタートです。スタートしてください。はい、オッケーです。3位。3位。爆クラしてる。大惨事。大惨事。バックラッシュ直します。もうちょっともうちょっと。では1位、そして6位と出ます。おいおスタートです。やった、トップマイさんに勝った。あのまとめ総評をお願いします。はい、まずはいつも通りスプーンで表層の展開からスタートして、うまく取っていったんですが、ちょっと遠くの方に投げたかったので、隣を見るとコウキ君がトップウォーターで釣れているんだと。でトップウォーターよく釣れるので自分もやってみたところ、まあ、超過伸びてなんとかサドンで勝つことができました。ありがとうございます。すーん、平横で頑張ってるんです僕。とってもねみたいな。なんでこんなやべ、3人目の人格です。あるとあったわかんない。すみません、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。助かりました。増えすぎて釣りしてる男やん。あ、そうやった。あ、かすぎた。お腹からパクったくせに。パクっていくスタイルなの。あ、それかっていうのが聞こえたの。あ、それかっていうのも俺も聞こえた。俺も聞こえてた。ちなみに俺も聞こえた。トップ投げるんだって思ってつけてたんで、先に投げちゃった。あ、それか。ダメだ、伝わんねえ。いや、待って。バターだ。サメガエル、ウミガエル。
サメガイね。サメガイがいるからね。じゃあ、ありますか。まだまだ、ありがとうございました。サドンでも勝てると思います。取りましょうか、みんなで並んでいいですか。よっよっ、すいません、ちょっとみんなでみんなでみんなで撮ろう。いや、何か超えてみんなで撮ろう。じゃあ、何だんだ早い。めちゃくちゃ早い。一周の早さ。一周早すぎるな。はい、私、まあ、なんか、まあ、見てた動画とかのイメージと全然違って気づかなくて。ああ、よく言われるっすね。全然違いますよ。いや、なんでなんか、あの、話しかけていただいてたのに気づいてなくて。はい、ああ、さすが、いえいえ。いやすいません、ちょっと。あ、全然大丈夫。あ、いえいえ。写真撮るけど。あ、写真撮りたいと。あ、いいですよ。真ん中いいですか。どうぞ、真ん中いいですか。どうぞ、どうぞ。なんで俺レッドも。レッドやべえな。さっきの囲まれてる。いきますよー。はーい。もう一枚撮りまーす。はい。今日初出場だった。あ、そうなんですか。初めて出場させていただいて。楽しかったですか。もう、なんていうんですか、一匹の重みというか、もう重いな、今日は。もう今日は重い。もうこの緊張感というたるや、もう普通では得られないというか、楽しいよ。もうなんか普段釣ってるのとはもう訳が違って、しかものんびりしてた。しかも広島だった。広島から。そうなんだ。もう一日だけ休みいただいて。明日仕事です。これから帰るのに新婚やってくれた。すごい。いやいや、ありがとうございます。みんなのケースから一歩ずつってるわ。いや、そうよ。全然寝てった方がいい。じゃあ、大丈夫。いいんですか。別の方法。めっちゃ釣れる。これ、今度出る本を見たら、それ、あ、これ、あの本でいっぱい釣れてたやつだって何。そうなんだ。去年のシグネチャーの最終サンプルのラメなしのと、あと今年の俺。ありがとうございます。いや、グレールフめっちゃ使ってくれてるから。合わせない方が刺さるんだって、その通りって思いながら動画見て勉強になります。恥ずかしい。YouTuber 言うの上手だと思ったない。しげるちゃんない。いいじゃんもう。いや、飾ってやればいいじゃん。もうこんなケチくさいこと言わんでいいじゃん。もうそう、割れってこと。そう、やればいいじゃん。交流乗るわ。乗る俺も。YouTuber もやればいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあこれかな。すごい。これシグネチャーでサンプルで塗って、はい、やめた。YouTuberめっちゃいいやつよ。いや、もう、はい、夢ですからね。サメガイで使ってみて。了解です。サメガイ。サメガイ。ちょっと、なんか。サメガイ行くんだって。サメガイ。サメガイの動画も。大会も、出てみたいなと思うんで。こんな間近で見る機会、ほんとないんで、驚きました。はい、ありがとうございます。ほら、よく早い。やっぱり早いじゃん。ひでえやつが。本当にありがとうございました。